ノアジー・イコール・ルイコール・ロアは、フランス北中部のイルド・フランス地域県イブリーヌ県のコミューンである。ノアジー・イコール・ルイコール・ロアの領域は、ベルサイユ平野にある。北は、マルリーの森、南はリュドガリー川で、標高はおよそ130メートルである。都市化された区域は、面積の約1、4で、残りは南部を占める農地、そして北のマルリーの森の橋である。 ノイジー・ルロアとは、この地で収穫されたクルミに由来する。ノワジー・イコール・ル・イコール・ロアとバリーで発見された、ヒウチー氏は、戦死時代の人の定住を証明するものである。この地は長い間イブリーヌの森で覆われ、ガリア時代には、カルニュート族とパリシー族の定住地の境界線上に、あった。そしておそらく祖先たちはこの平原で狩りをしていた。 ノワジーの村が初めて文献に登場するのは1136年、ポルロアの特許状大長においてである。13世紀後半、ラビルヌーブ家がノワジー領主となった。14世紀、ノワジーは百年戦争の略奪にあった。町には要塞があったため、1346年と1431年の二度火災が起きている。1438年の国史で、 地方は荒廃し、住民の大半が死亡した。1526年、ノアジーは、高等法院における王の代理人、ギオーム・ポイエーに売却された。1545年にポイエーが横領の罪で、断罪されると、土地は、王家のものとなった。より正確には、フランスは一世の愛称を得たンプ公爵夫人、アンヌの没後は、アンリ二世の愛称、ディアールド・ポワチエの領地にされた。 1568年、ディアーヌはアルベール・ド・ゴンディにノワジーの土地を相続させた。フィレンツェ出身の銀行家一族であるゴンディ家に属したアルベールは、同郷のカトリーヌ・ド・メディシスの信頼が厚く、シャルル旧世の最も近い重心であった。彼はコリニー帝徳暗殺王に熱心に説いた一人であった。アルペールはサンジェルマンの王宮近くの土地を買収し、 ノワジーの城を建てた。1675年、ノワジー女王、ルイ14世が購入し、1676年の直霊によって、ノワジーは王領に組み込まれた。よって、王のノワジーと呼ばれるようになった。1680年代、ルイ14世は、城と庭園を自分の子供たちが利用できるようにした。1684年より、マントノン夫人が、 ノアジーの城を貴族階級の少女の学校とした。ノアジーイコールルイコールロアがコミューンとなったのは1789年である。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。